レーパーバーンはドイツハンブルクのザンクトパウリチックにある陥落街。ドイツ国内でも屈指の知名度を誇り、世界で最も罪深い1マイルなどとも称される。ビートルズが世界的に有名になる前、このレーパーバーンが活動の中心地であった。レーパーという語は定地ドイツ語のロープから由来しており、かつては船用のロープを製造する地域であった。 レーパーバーンの風景、飾り窓地域の入り口、文字通りの赤線。ハンブルクはドイツ屈指の港湾都市であり、長い航海を経て港へ帰還した船員が上陸する地であった。大勢の海の男たちは、無事港へと戻ると女性とのひとときを求めて、観楽街へと駆け込んだため、風俗産業が発展していった。また、この地には多くの合法。 非合法的な移民が居住し、小規模な中華街も形成されてほどであったように、各地の文化が混合する空間でもあった。1933年、アドルフ・ヒトラー率いるナチスが政権を掌握した。過不調的な家庭の安定やドイツ民族の純化を主張するナチスにとって、レーパー・アバーンは家庭の団乱を破壊し、ドイツ文化を侵害する容認しがたい空間と、みなされた。 非合法移民への厳しい取り締まりは、保守層のナチスへの信頼感を深め、風俗産業にも厳しい締め付けが行われた。第二次世界大戦の末期には、中国人移民が捕らえられ、強制収容所で処刑された。ドイツ軍が劣勢に陥ると、レーパーバーンは、連合軍の攻撃によって荒廃した。第二次世界大戦後、ファシズムによる統制から脱したレーパーバーンは、 街を建て直して、かつての自由を取り戻した。通りの看板でも自由を叩いた,た文言が見られる。現在では、レストラン、クラブ、ストリップ、ビデオ店、大人向けの道具屋などが軒を並べ、一角には飾り窓地域が存在する。また、エロティックアート博物館にも多くの訪問客が訪れる。オペラッタハウス初期のビートルズは、この地区のライブハウス、 スタークラブなどでのライブ活動を中心としており、バンド最初のレコーディングもこの地で収録された。街の一角にあるオペレッタハウスも有名であり、これは例えば名称の似たドレスデンオペレッタ劇場がオペラとオペレッタを上演する歌劇場であるのに対し事実上のミュージカル劇場である。近年ではキャッツ、マンマミーアなどのミュージカルが上演されている。また、 クラブ音楽の発信地の一つでもあり、点在する各クラブが様々なジャンルの音楽を扱っている。一方で、麻薬取引などの犯罪が多発する地域でもあり、警察が厳重に取り締まりを図っている。2006年に開催されたワールドカップを狙い、東欧などから非合法に売春婦が押し寄せる懸念が強まっていた。ありがとうございます。